いやー、色っぽかっただけですね。どうもありがとうございます。やっぱりこう歌の中でこうあなたとか言うときなんかこう瞳が色っぽくてこうやっぱり歌ってる最中なんか女にこう貸すわけでしょ自分で。そうでもないですよ。そうでもない、うん、普段やっぱり土曜日のこんな時間にね、お仕事で歌歌わねえあかんなんていういやらしい商売してるけど、うん、あの普段は何やってるんですか。普段はそうですね、大体、うん、あの土曜日曜っていうと地方が多いですよね。地方だから、割とだから今頃はね、みんなとなんか飲みに行ったりとかして飲み行ったりとか、うん、やっぱり飲み行くの多い。そうですね、どうしてもやっぱりバンドと一緒になるとね、うん、でもやっぱ歌ってる時一番楽しいでしょ。うん、やっぱり一番楽しいですね。ですね、仕事ですよこれは。じゃあ次の歌は。はい、次の歌はですね、あのヒーローってフトルースの、ボニー・タラが歌ってた曲なんですけど。ヒーロー、はい、今度某テレビ局の、言っちゃってください。あのスクールウォーズっていう、学園ドラマがあるんですけどね。学園ドラマ、それの、主題歌になっちゃったんで今度歌うことになりました。じゃあ聞いてみたいな。はい、どうぞ。じゃあ、はい、ヒーロー。Thank you.